さあ、はい、始まりましたおこたしゃべりでございます、はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。収録回でございます、うん、自己紹介させてください、はい、初めましてプロダクション人力車所属芸歴7年目のトリオトンツカタンのツッコミ担当森本です。そして吉本クリエイティブエージェンシー所属、うん、芸歴4年目の鳥山大輔です、はい。4年目7年目と芸歴が違うんですけども、もともと同じ時期に人力車の養成所に通っておりまして、はい、そこからいろいろありまして数年後、うん、彼が吉本の養成所に通い直しまして、はい、現在芸歴4年目ということで、うん、オフィシャルな芸歴は違うんですけども、うん、同期扱いやらせていただいております、はい。そして、私鳥山というんですけども、うん、このおこたしゃべりではすがこという愛称で親しまれております。うん、それはですね、僕のこの髪型眼鏡輪郭がですね、渡る世間は鬼ばかりなどで有名な、うん、脚本家の橋田すがこ先生と告知しているためという理由でございます、ね。そうきましたか。そしてこのおこたしゃべりをご覧になっている皆様をおこたと呼ばせていただいております。はい、以上基礎情報でした。はい、はい、というわけで、うん、収録回は皆様から寄せられたテーマに沿ってお話しさせていただいております。うん、はいはい、何かありますか。今まで一番笑ったエピソード。笑ったエピソード。今までで一番笑ったエピソード、まあエピソードというか一番笑った出来事みたいなことみたいですかね。なんだろう、面白かった出来事というか、なんだろう、そのトークというか自分が一番笑ったっていうことだから、意外と逆に話しないかもしれない、そういうことって。ああ、でもこういうのってさ、うん、このいろんな条件が、うん、そうそうそう、その場のね、こう相まって相まって、その奇跡的に起きるじゃん、そう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 、こういう笑いって。だからさ、その全部バックボーンから説明するっていうのが難しいよね。なるほどね。まあ今回このお題いただいてるから、なるほどね、まあその辺普段だったら多分エピソードトークしないじゃん僕らって、その伝わらないなってなったら、それを一回省いてのやつにしましょうか。うん、そうね、うん、ちょっとそこは加味してもらって、うん、一番笑ったっていうのは何ですかね。芸人になってからか前かっていうのもあるしね。なんだろう、なってからの方が笑ってはいると思うんですよ、うん、もちろん面白いしいっぱいたくさん周りにいるから、うんうん、それでもないかもしれないもんね、前かもしれない、ただただ笑ったっていうのは。うまいからさ、うん、芸人さんはその、うん、面白を作り始めるよ、みんなで喋ってたら。じゃあこれ伝わるか全然、いや、それで、それでいきましょう、それでいきましょう。はい、あのインターナショナルスクールね、はいはい、あなたの高校の時、はい、うん、選択授業があるんですよ。はい、ね、はいはい、で、まあいろんな中から一つ、うん、あ、二つ選ぶんですよ。はい、で、週3、はい、ないし2、はい、交互にやっていくんですよ。はい、その選択授業、はい、何個かあるうちの2個選ぶんですよ。はいはいはい、なるほど。で、うん、まあ、僕とか結構姑息だったんで、うん、あの楽に成績取れるやつっていうのをまあ情報収集して、うんうん、なるほど、はい、で、あの、うん、選んだんですよ。わかりますよ、ね、その、それは、うん、できるだけね、処世術というかね、その先輩方から聞いてね、 GPA っていうさ、うん、あの数字、成績の数字があるんですけど、はいはいはい、それを上げたくて。なるほど、うん、大事だからね、それは。そうそうそう、うん、で、こう選んでて、はい、で、あの、うん、まあ、ケント君っていう、ケント君、はい、あの、まあ、ハーフの子がいるんですけど、はい、ケントが、うん、もう同じように、うん、選んでて、そういう、まあ、楽なやつ選ぼうなるべくなってて、うんうん、したたかな人ってことね。で、あの、うん、コンピューターっていう選択授業があったんですよ。うん、はいはいはい、楽そう、うん、めちゃくちゃ楽そう、楽そう、もう楽そうじゃん、うん、なんかちょっとパソコンを、そうだね、難しいことやらせるわけないから、学びつついじるみたいな、うんうんうん、これは楽、ちょっとエクセルとかちょっとやるぐらいの。はい、で、僕もう一つイヤーブックっていうのをやったんですよ。はい、イヤーブックっていう、もう僕の卒業アルバム、まあ日本で言うと、そう、うん、を制作する、はい、クラスが、まあだって楽しいやつだもんね。まああれも楽しいし、うん、まあちょっとそのフォトショップとかも学べるから、そうだね、いいかなと思って、ね、うん、いいですね、それやったんですよ。うん、だから僕はコンピューターイヤーブック、はい、はい、コンピューターイヤーブック、最高の組み合わせで、コンピューターイヤーブックで、はい、で、はい、それ何だったっけな、どうやって選ぶんだったっけな、パソコンか、うん、パソコンで選ぶのかな、うん、か、なんか書面で、なるほどなるほど、ちょ、それは定かじゃないんですけど、選択をね、うん、あの、うん、そのケントの選択した、うんうん、まあコンピューターと何かを選択したんですよ。はい、で、新学期始まります、はい、で、その生徒の、はい、スケジュールがバッて出るんですよ、うん、どの授業、何日に、うん、何曜日何の授業みたいなバーって出るんですよ、うん、で、選択授業は最後の時間なんですよ、うんうん、で、まあ、なんかの不備で、うん、ケンと両方コンピューターだったんですよ、うん
あ、なるほど。コンピューター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 ってなって、その、うん、その表、なるほど、その授業の授業表、時間割りみたいな、時間割り、そう、時間割りが、うん、その面白すぎて、うん、なるほど、お前ずっとコンピューターやってたの。将来なんかそっち系のなんか企業に就かないと。お前でもその、うん、ね、あの別に2個取ったとてそんなことできないんだけど、はいはい、できないけどね、うん、その日々同じ日々こう、うん、次のことを教えてくれるわけじゃなくて、なるほどなるほど、あの分けてるから、はい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 、A クラス B クラスで、うん、コンピューターの A クラス、うん、B クラスで分かれてるから、最初こっからここ、そしたら B もこっからここ、そうそうね。だから連日同じことをやってくのかよお前。もう B の方じゃ秀才になるよね。秀才になるよ。そこで秀才になったとてって感じ、うん。そうだよね。しかもやることも別にそんなにあれだからね。うん、しばらくコンピューターコンピューターって呼ばれてたんで。なんかそれがすごい腹抱えて、結局本当にケント君は、いやそれはさすがにもう不利だから、ああ、ね、 ミスだから、うん、あの直したけど、あ、じゃあコンピューターイヤーブックに、なまあ他のかな、確かイヤーブックにはいなかったから、ああ、なんか別の楽なやつに行って、ああ、いやでも高校の時はめっちゃ笑うだろうな、うん、そんなん息できなかった、いやそんなんなんだ、本当そうなんだよね、ケント君の人柄も分かんないけど、 それが多分爆笑につながるような人なんでしょう。そう、その、うん、うまいのよ、うん、え、俺ずっとコンピューターじゃんみたいな、あ、なるほどね、うん、じゃ出し方もうまいんだ、そうそうそう、ちゃんと演者みたいな出し方、うん、そうそうそう、まあ高校とかだよね、うんうん、なんかパッと思い浮かんだな、ね、今のそれは、うん、もうケント君じゃないけど高校の時、うん、ね、S 君にしとくわ、うん、イニシャル、うん、S 君ってこいつに3年間笑わされた3年間だったの、うん、僕高校ね、うんうんうん、実際芸人になる時も誘ってるんですよそいつ、S 君をやんねえかみたいなことを言ったんだけど、結局やりたいことあって今その仕事ついてるんだけど、だからダメだったんですけど、うん、S 君がね、なんだろうな、超バカなのよ、うんうん、すげえバカなの、うん、でも大人なの、バイトめっちゃしてるし、あ、なるほどね、高1からもうめちゃめちゃバイトして月十何万ぐらい稼ぐ、ええぐらいバイト、高1の時給でもうバイト、ずっとバイト、今日何バイトっていう感じで、ね、デリバリーして、うん、スーパーの鮮魚やってとかいろんなバイトをもうやってるやつ、うん、なのになんかすげえバカ、うん、というか抜けてるみたいな、そう、うん、一回でも他で話したことあるの、この軽いエピソードは、あの、うん、もちろんうちの高校、自転車通学は OK、うんうん、電車通学 OK、うん、ね、バイク、車はダメでしょ、もちろん、うん、高校生だって、うん、バイクダメなんですよ、うん、でも S 君が一回普通に原付乗りながら校舎入ってきたのがあったんですよ普通に、うん、おいみたいな感じで、うん、で、ヘルメット持ちながらめちゃめちゃ先生に怒られてるっていうこの絵面がまずバイトの感じで行っちゃったのかなそう、なんかわかんないけど、もう朝起きてぼーっとしてね、そのまま、おいおはようとか言って、うん、普通に言ってるんですよ、うん、おはよう、うちわに、おはようおはよう言って、うん、でエンジン切って、うん、ガシャンって止めて、うん、もう先生がね、校門の辺いるから歩いてきて、おーやばくねみたいなって、うん、そこでバッてなって、なるほどね、一応ヘルメット外して、うん、すいませんみたいなのがあって、その礼儀はね、ちゃんとそうそうそう社会に一足先に出てるからね、そう、それこそあの選択授業があって、うん、高校3年生の時に、うん、で、僕らは体育、うん、それも楽そうでしょ、うん、体育って、うん、しかも選択授業の体育だから、うん、普段やらないスポーツができるんです、うん、サッカーとか野球とかもやるけど、うん、普段やらないことできるから、まあ、楽しいし、うんうんうん、レジャー感覚でできるから、うんうん、で、ゴルフの授業があったんですよ、うん、でもゴルフの設備もないから、うん、テニスコートがあってね、うん、ネットが張ってある、うん、テニスが一面できるところがあって、うんうん、そこの中でやろうと、危ないから、うん、ゴルフって球も硬いし、ただやったことない高校生ばっかだから、うん、スポッて抜けちゃったりとか、危ない、ね、少しでも危ないと思ったらもう授業は終わります、うん、先生がそこは厳しく、うん、怪我するから、うん、選択授業だから楽しんでほしいけど、そこのルールは守りましょう、うん、ということで、だからちゃんと握って、うん、大振りしないで、うん、ね、ボールもちゃんと転がす程度で、うん、パカンって打ったりして絶対ダメ、人の頭だ、危ないから、うん、分かりました、で授業始めた最初の S 君のフルスイングでファンって言って、フォン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 って飛んで、うん、網越えて校舎の方にガシャンって行って、授業が終了したって思って、あいつの一発、他誰も振ってないから、もうそれ投げに行ってるからなじゃあ僕、僕言っても、うん、いいやつだから、うん、不良とかじゃないから、うん、わざとなわけないの、うん、ちゃんとゴルフ楽しみにしてるの、うん、やったぜみたいな感じじゃん、うん、で多分ちゃんとやってる本人はでもバカすぎて、もう綺麗だったもん、あれ、うん、めっちゃ綺麗だったな、あれは、フォン
フォンフォン放物線描いて、そうザンって言って先生が終了って言って校舎内で歌っていう、うん、S 君、うん、S 君だな全部。その時ももう俺も息できなかったもん、うん、なんでそんなことになるっていう、うん、その先生の振りもね、そう振りもまた面白さを増長させるよな、うん、まあ、S が一番手で行った時はもう危ないと思ってたんだけどね、うん、俺たちはね、うん、あいつもそれは笑うわ。そんなもん、え、そのあれはなかったの、その、うん、何を終わらせてくれてんだよっていう。いやもう爆笑です、爆笑。もうそういうキャラだから、うん、もうみんな笑ってもう終了って言われて、うん、もうお腹いっぱいっていうか、うん、ゴルフより面白かったみたいな感じ、うん、なんだろうな。でも S 君の、うん、まあ、言葉とかも面白くて、うん、ある教室の後ろの黒板には、うん、S 君語録が毎日出されていくみたいな、うん、もう学年単位でいじられてるというか、すごいね、うん、めちゃめちゃ面白いやつだったから。いじられざまはどうなんですか。最高です。最高なんだ、うん、体大きいし、うん、頭はね切れるっちゃ切れる、うん、だただ本当にいやごめんよとかじゃない、うん、めっちゃ返してくる、うん、何やってるの、あうるせえてめえこそよみたいな返してくるんだけど、てめえこそよ、ね、てめえこそおいみたいな言ってるんだけど、それの言葉がおかしくて、うん、また語録がそこに入ってくる、どんどん誘ったんだね。なんだっけな、やってくれなかったの芸人は。やってくれなかった、あの俺には無理だっつって。でもライブ、僕のライブめちゃくちゃ来てくれます、うん、で最初の僕が養成所かなんかの時のライブ、あなたと一緒のうん、に見に来て、うん、やっぱ俺はやんなくてよかったっつって、あそうなんだ、俺には無理だこの世界はって、あそう言ってたね。才能あると思うんですけどねあれは、なんだっけ、なんかめっちゃ面白いのがいっぱいあったけど、その今思えばっていうパターンもあるよね、うん、あの当時、うん、当時は笑ってなかった、うん、まあそこまでっていうか、うん、まあ、これが特殊な話かもしれないけど、うん、養成所時代にさ、養成所、はい、あのライブのね、企画の練習をするんですよ。あ、やりましたね。めちゃめちゃやるんだよね、あれね。そう、企画を練習するんですよ、うん、公演とかね、はい、その時はもう養成所の稽古場でやってたんですけど、うんうんうん、企画の練習やりましたね。その時企画がハイテンションジェスチャー、やりましたね。最初一発絶対それだよね。そう、俺たちもそうだった。ジェスチャーゲームをハイテンションで、とにかくハイテンションでやるっていうのがあって、 それを練習しようって言って、うん、用意スタートって言って、うん、講師の方見ながらね、うん、やるんですよ、うん、でその時に当時最年長だった、うん、あのピンの、うん、まあ、芸名が、うん、反社会的渡辺っていう人がいたんですけど、あああああ、多分あなたはいなかったんですけど。俺はいないな。それ誰だそれ。あ、知らない。反社会的、反社会的渡辺いないし、反社会的でね、メディアに絶対出れるわけないしどういう誰やめ途中やめちゃった。元ワンフレームの知らない。ワンフレームも今初めて来ましたよ。あ、ワンフレーム知らない。ワンフレーム知らないです。ライブ出てました。出てない。いやちょっとわかんない、ワンフレームのライブ事情は。いや多分出てないですね。ワンフレーム見てない。渡辺さんの相方の、はい、あ、ピン名っていうかあれなんだ、ワンフレームの反社会的渡辺なんだ。あ、ワンフレーム試合は渡辺やってたんだけど、めんどくせえな、なんでピンになった瞬間反社会的になったんだ。そこで揉めたんだもんね、社会的なもんで揉めたんだもんねじゃあ俺は反社会的でいくわっていうことなんだけど、はい、まあもうほんとプチ情報ですけど、はい、相方の、古部くんだった。古部くん、はい、古部くんは、はい、まあ、ネタ見せとかで、はい、どうもワンフレームです、よろしくお願いします、はい、っていう挨拶の時に、はい、どうもワンフレームです、お願いしますちゃんとワンを強調させるっていうのがあったんですけど、その渡辺さんが、はい、ハイテンションジェスチャーやる側で、はい、ガーってやってたんですよ、はい、そしたら、はい、あのみるみる顔面蒼白になっちゃって、うん、急に動いたもんだから、うん、でその、あの年も30半ばとか、あ、そうなんだ、だから結構年上だったんだ、うん、怖えよ、マジで座り込んじゃって、うん、え、大丈夫、うん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 、あってなって、うん、で、あの講師の人もちょっと止めていや、それはそうだな、救急車呼ぶか、うん、大丈夫です、体の異変、うん、大丈夫じゃねえだろ、その声量、休めって休んでたの今思うとめちゃくちゃ面白いまあ、その時はね、その時はみんな、大丈夫、笑えるわけないもんな、反社会的、いや、絶対言ってねえだろ、言ってねえだろ、渡辺くんだろ、絶対反社会的っていうか、35なんかい、30お前半ばで反社会的とか言うなよ
怖えな。そうそうそう、その怖えな。当時はみんな心配したけど、うん、今その考えると、そう、今もう全然大丈夫だったっていうのを加味してこう振り返るとめちゃくちゃ面白かったなっていう。なるほどね。だってさ、うん、みんな笑わせようっていう面白いことをやろうっていうので、うんうんうん、しかもそれをわざわざ練習して、はい、であんなそんな頑張ってたんだっていうのもあるし、はいはい、はいはい、そうだね、うん、そんな命をかけて人を笑わせようとしてくれてたんだっていう。反社会的渡辺なのにね。そう、大体そいつが反社会的なんかいっていうのもあるし、いろいろなんか乗っかってるんですよね。反社会的渡辺ってピンメンのやつさ、なんかハイテンションジェスチャーとか言われても、うん、別にとかでもいいじゃん。そうそう、あえてなんか抜いてやるとかでもいいのに、ちゃんとね、社会的じゃん、貢献してるよ社会に。平和なやつだよそいつ。ちゃんと謝ってたしね、ジェスチャーゲーム止めちゃったことを。いいよそこはもう自分の体のことを考えろ。やりましたね、ハイテンションジェスチャーは。僕出てないですけど、それには。あ、出てないですか。出てない、半分ぐらいでしょ、半々ぐらい。なんか企画分けるもんね。もう僕はそれは出てなかったですね。何出たのかな、なんかいろいろ出てましたけど、懐かしいな。まあやるよな、ジェスチャーゲームって。まずやる、確かなんか伝統みたいになってましたよね、うん、あの人力車の養成所は一発目のライブハイテンションジェスチャーをやるっていう、うん、何なんだろうね、あのそのさ、うん、ジェスチャーゲームって、うん、何、分からん。あれ分からん。そのテレビでやってないじゃん。やってない。まあいいとも、いいともでやってたじゃん、しちゃうゲーム。わかんない、なんかいいともの感じじゃない、あのなんか一人がこっち行ってなんとか、まあね、なんとかピンポン、確かにね、イエーイ火曜日みたいな、火曜日みたいな、なんか曜日対抗いいとも選手権、いいともぐらいのイメージはあるけど、どっから現れたんだろうな、ジェスチャーゲームって。あれなんですかね、ジェスチャーゲームね、めちゃくちゃ盛り上がるけどさ、うん、そのと今考えるとめっちゃ面白いじゃないけど、うん、当たり前のようにやってたよね。そう、当たり前のようにさ、なんかまあ伝統だからこれみたいな、うん、企画決まってるからみたいな感じで、なんか、うん、あ、はーいみたいなさ、あれも意味わかんない、誰も反論しないし、みんな丸いんだよな、冷静に考えたら。あ、伝統ならしょうがないみたいな感じになってんだよな、みんな。あれを、まあ、見てんの面白かったですけどね、僕袖で見てた気がしますけど、まあ、ね、めっちゃウケてるやつもいれば、うん、まあね、その養成所的には、うん、思惑的にはこう、うん、恥を捨てるというか、まずね、人前でテンションでやることによって、ね、うん、初めて人前でやるっていうことなんだろうけど、あるよな。養成所はまあ確かに面白いことあったな、うん、はあ、本当に息できないぐらい笑ったって、なんだろうな、息できないぐらい笑った。なんだろう、あれ話、ライブ中とかあります、ライブ中もう立てなくなるみたいな。ああ、でもそれもあったと思いますよ。ネイチャーバーガーの笹本くんっていう吉本の同期、はいはい、笹本くんも僕はその高校時代の S くん的な、まあ、たまたま S ですけど、はいはいはい、こいつも、はい、みたいな感じで、うん、養成所中はずっとこいつ笑ってましたね。うん、あいつが何かする時じゃなく袖の笹本が一番面白いですよ。もうえ、わ、うん、かんないけど、わ、うん、かんないけど、今のお前の顔見てる限り今日ウケる人の顔はしてないぞっていう顔をするの、あいつ。もう何、もう緊張がマックス。いや、なんだろうな、あれ。もう絶対に、怖ばっちゃった。絶対に今日失敗するやつの顔をなぜかしてるのよ。それがもう入学当初からずっと面白くてね。いるよね、そういう。いるのよ、あいつ。出番前。そう。うわってこう。なんでそんな顔になるのっていうぐらい、ちゃんと緊張が見えてるからね。緊張っていうね。いる。あれ、あ、でも、これは中学校の、うん、S 君ですわ。また S 君ですわ、こいつも、うん、S 君別の、また 別 S、 別 S だし、うん、その場合はアルファベット変えてもらえる、うん、S 君って、でも S 君なんだけど、うん、本名 S 君なんだけど、こいつはあだ名がありましたから、うん、ニックネームモニーっていう。あ、出た、うん、前も話したけどね、うん、中学校のバスケ部の一緒で、はいはいはい、キャプテンやってたんですよ、モニーは、うん、これ、あれ話したけど、大学生になりまして、うん、モニは結構東京でもめちゃめちゃ頭いいとこ行って、うんうんうん、で、中学校のバスケ部5人しかいなかった、うんうん、僕らで19ぐらいから毎年スノボに行くというのが毎年あったんです、うんうん、毎年スノボ行くっていうのが、で
20歳ぐらいの時に、うん、またね、そうも言ったんですけど、僕ら全然経験ないんですよ、うん、スノボの、うん、で、一人だけ小さい頃からやってたやつがいて、うん、そいつにまあ教わりながら、うん、でも別に男5人で来てるし、うん、その滑らなくてもいいじゃん、うん、雪合戦も楽しいぐらいだから、別になんか初心者コースとかで戯れる、うん、てかスノボに行ったのに、その土地限定のコンビニとかのおにぎりとかを大量に買って食べる方が楽しいって言ってるような、うん、まあ、下りというか、うん、いやスノボしに来て何してんだよ、うん、俺たちはみたいなのが毎年あったけど、うん、その3回目ぐらいの時に、そのモニが、うん、そのでっかいその大学のインカレがあるんです、うん、そこの結構あいつはなんか部長みたいなやつやってて、そこでスノボに行ったらしいんです、うん、僕らと行く1週間前ぐらいに、うん、そこはもうもちろんあの可愛い女の子たちもいっぱいいるし、うん、モニというのは基本的にちょっとカッコつけてるんですよ、ずっと、うん、高校3年生ぐらいの時に急にモニがファッションにハマったって言い始めて、うん、で僕はその時別にもう ほぼスウェットみたいな感じだったから、うん、でモニがなんかアウトレット生きてんだよなみたいな言い始めて、うん、えそんなファッションとか興味あるの、最近ちょっと俺興味あるからつって、まあ、ついてこいよみたいな感じで、アウトレット行って、まあ、僕は別に買うもんなかったんだけど、うん、モニは全買ったんです、上下ワンセット、要は、うん、インナーからシャツ、うん、ズボン、なるほど、ね、靴下とかフルセットか、フルセットをその日1日買って、うん、で友達ん家帰ってきて、うん、お前めっちゃ買ってたなっつって、うん、ちょっと合わせてみようかなって、うん、いろんな店で買ったから、うん、それをズボンを床に置いて、うん、でシャツインナーちゃんと置いて、でちゃんとシャツもこう着せてるみたいな感じにして、うんうんうん、なるほどね、うん、で床に置いて、うん、いいなとか言ってんだけど、うん、僕らから見たら、うん、どう考えてもズボンの丈が短いんですよ、うん、あれ七分というか、うん、くるぶし上のズボン買ったのっつって、うん、あ、いや、うん、別にそんなんじゃないよみたいな、裾上げしてもらったけどみたいな、いや、どう考えてもこれ七分じゃんみたいな、裾上げミスられたんじゃないみたいなって、うん、アウトレットって返品できないでしょ、裾上げミスっても、うんうん、マジでこれ確か短いなって言い始めて、さすがにこれやばいんじゃないのって言って、うん、モニが履いてみたらぴったしだったんですよ。なんだよそれ、なんだよそれ、信じられないぐらい足が短かったんですよ。あ、そういうことね。信じられないぐらい、で僕らも短いなとはいじってたけど、うん、こんなに短いとは思わないのよ。ズボンだけ見たら床に置いたら嘘だろっていう、その短さがね。で、ぴったしで、まあ、死ぬほど笑ったんだけど、え、ぴったし何回みたいな、まあ、それでもちょっと格好つけてるんだけど、いやまあなんか、いやまあちょっとあれだ、腰パンしてるけどねみたいな、いやもうぴったしや、うってやった時ぴったしだったじゃんみたいな、むしろもう特注じゃんお前のぐらいの、ね、そんなやつがそのスノボ行って、1週間前にその女の子たちと行って、うん、上手くなったってやたら言ってるの、うん、行きのバスの中で、うん、ちょっと俺今回結構行くかもしれないみたいな感じのこと言ってて、で俺たちは別に雪合戦とかでいいけど、うん、毎年の感じでいいけどっつうんだけど、いやでも今年はなんかちょっと行こうよ、うん、せっかくだし、うん、滑んなきゃもったいねえみたいなこと言ってて、うんうん、でいざ着いて、うん、でまず登るじゃないですか、うん、リフトで登って、うん、ちょっと滑ったら、うん、初級、中級、うん、分かれてるとか、うん、もちろん初級、うん、僕らは、うん、行く感じ、うん、おいちょっと待て、モニが、ねうん、ちょっと待てっつ、こっち行っちゃおうよっつ、もう3回目だぞお前らと、うん、行けるよっつ、でもいやこれは危ないよみたいな感じ、俺たちがちょっと渋ってたら、うん、後ろからかっこよくモニがファーってきて、うんサンみたいな感じでちょっと飛ぶ感じの、もうここの下り俺行っちゃうぜみたいな、お前らそんなひよってんじゃねえぞ、サンって言って一発目にこけたんですよ。ババンってこけたんだけど、なんかガリガリだったのか、そのまま 50m ぐらい体で滑ってた。その時は俺上から見ながらもう腹抱えて笑って、死ぬ、死んじゃうよ死んじゃうよみたいな。え、それはなんか声上げてんの？いやだから無言、でもカッコつけてるから、うん、行っちゃうよサンってバンってこげんじゃん、うんうん、その時おっとぐらいの、うん、おっとっとぐらい、うん、多分すぐ立てると思ってる、うん、おっとっと、あれあれ止まんねえな、隣のあの紐みロープみたいなやつ必死に掴もうとしてるけど、そのままずーっと下まで降りて、そっからあいつ一回も滑んなかったっていう。一回話したか、これ話したっけ、話した気もするな、なんか、まあ、これは地元で飲んだ時は絶対毎回僕が、うん、まあ、みんなモニ知ってるからね、うんうん、モニっぽいなっていう話、モニ話ね、モニ話、これはみんなのも知りたい。ああ、確かに、一番笑ったやつ、人生で一番笑った話、別に、うん、ここで受けなくてもいい、そう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 、こういうことがあったんですよっていう、うん、
の募集したいね、ちょっと募集します、うん、あ、メールで、メールでいいですよ、おこだしゃべり、あとヤフードとしおとと JP ね、お願いします、はい、お願いします、はい、なんかいろいろ募集してない、どれも来てないの、来てないねいやなんかさ、一時なんか就活生応援番組になっているので就活生、うん、そして就活生 OB、うん、OG、うん、皆さんからの意見を交換していく、うん、こう有意義な、うん、配信をしたいって言ったんですけども、うん、それ募集したのは来てる、来てない、何なんだよ、就活生はね、あのメールなんか送ってる場合じゃないっぽいつもどうなったんだ、来てないな、その情報交換したいからさ、みんなで、確かに、うん、でここからおこだしゃべりからこう、うん、就職した人を出したいっていう、ね、なるほどね、いやでも一個も来てないですね、え、一応だから今回も応募っていうかしてみる、する、うん、その人生で一番笑ったエピソード、人生で一番笑った、もうそう、別にだからその人の人となり知らないと面白くないんだけども、うん、そこ一回端折って、そうそうそう、まあ、こんなやつがいてこんな出来事ありましただけでいいんで、うんうん、めちゃくちゃ面白いのあるかもしれない、腹抱えるレベルのやつね、腹抱えて笑ったというエピソードね、痛い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 ってなるやつ、うん、うん、ちょっと募集しましょうね、うん、これあ、これすごいわちょっと、うん、高校1年生になりました、うん、僕がなった時に、うん、S 君、うん、さっき話した、うん、ちょっとおバカな S 君、うん、と僕が、まあ、高校一緒だから、うん、公園行ってバスケしようっつって、うんうん、バスケ部なんでね、行ったんです、そしたら、うん、モニがいたんです、その公園に、モニが友達と2人で来てたんですけど、もう1人の子は S 君と同じ中学校の、すごい、で、おモニってなって、あっちはあっちで、俺何何みたいになってて、あ、ここは俺と S が高校一緒で、モニと俺中学校一緒で、あっち中学校一緒、ここ高校一緒みたいになって、で、じゃあ2対2やろうよみたいな、ちょっと面白いじゃないですかいいね、いいじゃないですか、で、まあ、もともと俺たちの中学校 VS そっちの中学校とか、逆に高校 VS 高校みたいなのいろんなのやったんだけど、モニが多分高校で、多分高校デビューを少し果たしてたんですよ、うん、おそらく、うん、その高校デビュー果たした後に出会った友達とバスケしに来たんです、うん、過去を知る男がいるんです、うん、なるべく黙らしたい僕のことは、うんうん、で、そして初めて会ったらこの人にカッコつけたいということで、2対2やろうよのテンションなのに、本当の試合ぐらいマジで来たんですよ、始まった瞬間もうめちゃめちゃこう寄ってくるみたいな、電子寄ってくるみたいな、いやいや外でやるってちょっとストリートのさ楽な感じじゃん、なのに本気で ね友達同士だね、そうそうそう、なのにな、ああ多分あれなんだろうな、高校でそういうキャラになってるんだろうなと思いながら大変だなこいつもと思いながらそのマジで来るのかと思って、でモニがバーってドリブルして、まあ足は速いんでバーってドリブルして、もう一回レイアップっていうね、はいはいはい、シュートをね、うん、放ったんですけど、うん、試合並みのスピードで行ってるんで、うん、でも公園なんで、うん、すぐそこにあの壁があるんですよ、うん、そこに思いっきりダーンってなって血だらけになったっていうのがありました。でも、うん、バーンってなって、うん、俺は笑うじゃん、うん、笑うじゃん、うん、いつも通りだから、うん、で高校のそいつの新しい友達もこいつも心配するじゃん、うん、大丈夫ですかみたいになってるけど、血めっちゃ出てるんだけど、あ、全然、あの、うん、大丈夫だみたいな感じ、血絶対、絶対に大丈夫じゃない、フェンス当たって血出るってあのね、壁、本当の壁で、うん、なんていうの、あの壁、ギザギザしてる壁あんじゃん、ちょっとね、ボコ、ボコ、ボコってなって、そのボコボコ自体もなんかギザギザ、ザラザラしてる、あれ、触るとちょっと痛いやつ、痛いやつ、あれにぶつかった、あれにフルでぶつかった、まあ、普通のレイアップだったらちゃんと着地できるよ、幅あるよ、うん、試合並みでいったから、うん、そのままバーンってあぶね、いって、ずっと血だらけのまま、あの全然やりましょう、やりましょうやりましょう、いかつあいつは面白いな、あと残るレベルはそれ、いやそうだよ、うん、すげえなそれ、あいつは天才だよ、まあそんなん皆さんからも募集しますわ、じゃあね、一回思い出してみてね、そう自分の人生振り返って、何かしらはあるもんね、うん、絶対に死ぬほど笑ったやつ、そうで我々もね、うん、まだ忘れてるだけでね、いっぱいあるから、ね、多分あるよ、探せば思い出したかのように BGM つけましたね、うん、あの頃エンディングテーマね、そう、はい、最近また忘れがちになってたんでいやちょっともうちょっと思い出したいな、なんかしかもまたちゃんと思い出してきて、
一個ずつ話すというのもありかもしれないですね。確かに普段なんか絶対話せないじゃん、このモニを知らないから皆さんが、ね、絶対この話してないし、いやー絶対あったんだろうけどね、忘れちゃうよこういうの、忘れちゃう、うん、悲しいよな、うん、思い出していこう、本当はね、その反社会的渡辺の話をしたくなかったもっとあんのよ手前に、一番手前にあったの、なぜかあったの、確かに知らねえしな、そんな人、そう、くるくるの天パだからイメージと違ったわ、ちょっと薄毛な感じだと思ってた、違う違う違う、くるくるの天パ、あ、そうなんだ、俺見たことあんのかな、どうだろうね、でかい人、うん、あ、それ熊谷さんか、いたよね、あるですか、熊谷さんって人いたよ、めっちゃでかいくるくるの天パの30半ばの当時各クラスに一人ずついるまあまたね、はい、話しましょう、機会があったら、はい、というわけで以上、はい、おたしゃべりでございました、はい、さよなら、さよなら。